フォトショップの切り抜きの動画を以前 CS5 で撮ったことがあるんですけれども、私のマウスが無駄に動いて分かりにくいですというご意見をいただきました。そして CS だと切り抜きってかなり面倒くさいところがあるので、もう CC が切り抜きが格段に楽になったっていうお話を聞いて、もう CC はやっぱり必須だなと思って導入しました。ではどれだけ CC で写真が簡単に切り抜けるのかやってみたいと思います。私もほぼほぼ初めてに近いのでうまくできるのか分かりませんけれども、やってみようと思います。この猫を切り抜いていきます。背景が森で緑だったり茶色で、猫とパキッと分かれてないので色域とかで切り抜くのは大変かなと思うんですけども、やってみましょう。まず上のバーの選択範囲の中にある選択とマスクを選びます。するとオーバーレイで表示されます。赤色が上に乗っている感じの表示画面になります。次に上のバーのとこにある被写体を選択をクリックします。するとフォトショップが被写体を抽出してくれました。なんか数秒で被写体をフォトショップが自動で検出してくれました。すごいですよねこれ。近くで見ると毛並みとかがあるのでこのままでは綺麗とは言えないんですけれども、もうこんだけ自動的に検出してくれました。 CC すごいですね。ではこれを微調整していきます。の左のツールのところに境界線調整ブラシツールというツールがあります。これを選択して境目のところをなぞっていきます。なぞっていくとどこの辺だと分かりやすい、ここ分かりやすいですね。なぞるとこのようにちょっと見えていた毛の向こうに見えていた背景と毛並みのところが綺麗に抜けてくれますね。なぞっているだけなんですけども、こうやって緑のところがなくなって抜けていきます。一旦この画面を終了します。 OK でこの画面を抜けました。分かりにくいのでもう一個レイヤーを作ります。新規レイヤーを作って違う色を塗りつぶして作業がしやすいようにしようかなと思うんで、塗りつぶし洋画色で塗りつぶしにしてのレイヤーを一番下に持っていきます。これで作業が分かりやすくなるかなと思いますので調整していこうと思います。で、フォトショップで最近まで知らなかったすごい機能があるんですけど、それはツールパレットのこの手のひらツールの下に回転ビューツールっていうのがあります。これは漫画とかイラストを描くときってやりやすいような方向に紙を動かせるじゃないですか。フォトショップもこの回転ビューツールで画面をこう動かすことができるんですよね。ショートカットは R ですね。 R にするとこうやって動かせます。これはすごい便利ですね。切り抜きとは関係なかったんですけども。で、次にレイヤーパレットの横にあるレイヤーマスクサムネイルってところにさっきのマスクのサムネイルがあるので、これをダブルクリックして切り抜きの画面に戻ります。これでまた境界線調整ブラシツールを使って境界をなぞってみようと思います。境界で毛並みを切り抜きしていってます。やりすぎたところはコマンド Z とここの上ですね、上にプラスとマイナスがあるんですけど、このショートカット今探しているんですけれど、プラスでこの状態領域を拡大しています。でやりすぎたところはマイナスで元のエッジに戻す、でこう戻すことができます。これ X で切り替わるのかなと思ったらX じゃないんですよね。ちょっとこれ今ショートカットを探し中です。
い、これで一周したかな、一周したかな。ではひげが途中で切れてるので、ここを調節しようと思います。ブラシが太すぎるので、アットマークの右横の、無の上のカッコのキーボードのところでブラシが小さくなります。その下のカッコ無、無でブラシが大きくなります。ほほほ、すごいひげが、ひげがこんなに検出されます。あとは微調整していこうかなと思うんですけれど、協会のグローバル調整っていうところをいじってみます。滑らかにっていうのは滑らかに、おかしいっていうのは協会がボケますね。でコントラストで飛びますね、強くすると飛びます。でエッジをシフトは内側にエッジをしたり外側にエッジをしたりの拡大したりっていうことですね。ちょっと内側気味にするといいのかな。はい、これで OK、 OK をしました。でさっき画面を回転させたので回転ビュー2を選択した状態で上にあるビューの初期化で普通の状態に、元の状態に戻りました。全体表示コマンド0するとこのようになってます。この状態で耳の抜けてるところとかを調整していきます。レイヤーパネルのレイヤーマスクサムネイルをクリックしてこの画面で作業します。ブラシツールで抜けてるところを調節します。ブラシツールは普通のこうはっきりしたブラシではなくて、少し硬さを下げて柔らかいブラシにしていくとパキッてならないですね。で、このやりすぎたところはマイナスで消します。ここは消します。プラスで抜きすぎたところを塗っていきます。青く塗ってるところはちょっと抜きすぎてるんで、でマイナスにして、ではこれで一旦 OK にしました。次にですね、毛のところを焼き込みツール、焼き込みツールっていうのは画像内の領域を暗くするって出てますね、解説が出てます。で追い焼きツール、追い焼きツールは画像内の領域を明るくするという解説が CC が教えてくれてます。これを使います。またこの毛の端っこで追い焼きで明るくする、これで毛のところをちょっとぴょぴょっとやってあげると、毛の出たところが見えますね。毛の毛並みのところでちょっとやってあげましょう。ここをちょっとですね、ブラシツール、ブラシツール普通に使えるのか、これでできるな。ブラシツールでの普通の画面のブラシツールで、このマスクのサムネイルを選択した状態でブラシツールで、塗りと削除っていうのを X で切り替えることができるので、これでやるとさっきみたいにショートカットやらなくてもいいかなと思います。この状態で調節するのがいいかな。背景色と描画色が X で切り替わります。これをこのショートカットが便利かなと思いますので、ちょっとこの辺青いなってところは塗りで、こうやりすぎたなってところは X で消します。追い焼きツールで毛
気になるところ。これで今マウスでこうやりにくいんで、さっきの R で回しちゃいましょう。わあ楽ですな、これは。毛のところ、白々しいところを調節しています。こういうところ、ね、こんな感じでしょうかね。はい、では回転ビューを元に戻して全体表示しています。はい、パスとかは全く使わないで、白い毛のとことかかなり楽にできました。これを違う背景に置いてみます。自然の風景のところに猫を移動してみましょう。はい、猫を持ってきました。縮小してみましょう。変形、自由変形で、50% しました。器用、ちょっとこの辺修正が必要なところはやっぱりこう置いてみると分かりますね。緑が見えてるところがあるんで、こういうとこは修正が必要ですけども、拡大しなければ目立たないかなっていうところもあるんですけど、こうなぞっていくということでこれだけ毛並みも切り抜けました。ということで CC で猫の写真を切り抜いてみました。CC のフォトショップはこんなに手軽に切り抜きができます。みぞ TV では Mac やアプリケーションの使い方など暮らしにも役立つスキルアップの動画を配信しています。見逃さないためにチャンネル登録をぜひお願いいたします。またちょっとでも役に立ったなと思ったらグッドボタン、何か私にお知らせとかコメントがあったらぜひコメント欄に一言書いてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。海沢でした。